合掌造り合掌造りは日本の住宅建築様式の一つである。急勾配の屋根を持つことがしばしばであるが、現存する合掌造りの屋根は45度から60度まで傾きにかなりの幅がある。合掌造りの定義、名称の由来は手のひらを合わせたように三角形に組む丸匠を合掌と呼ぶことから来たと推測されている。同じ白川号でも、 高山市の旧層川村地域に残る合掌造りは入りも屋屋根になっている。合掌造りはかやぶきのまた首構造の屋根が大きな特徴となっており、とりわけ後の時代に建てられたものはその屋根が急勾配になっている。この傾斜は豪雪による雪下ろしの作業軽減や田打地帯でもあることによる水はけを考慮したものと考えられている。 現在見られる合唱作りにも切り妻屋根のもの、入りも屋屋根のものがある。残存している切り妻屋根の家屋については、その方が屋根裏の作業スペースが多く取れるからと指摘されている。また、屋根の勾配を急にしたことは、屋根裏に二層もしくは三層の空間を確保することに、つながり、豪雪への対策以外に、養産業にとっても都合が良いものであった。世界の建築の一つとして、 国立民族学博物館には、合唱作りの展示として、五箇山初の民宿、ユースキの模型が展示されている。書院作りやスキヤ作りなど、上層の住宅で使われる小屋組と比べ、構造に大きな違いがある。すなわち、和小屋が胸着やおも屋を、下から炎直方向に支えるのに対し、合唱作りでは、両側から人の地型に寄りかかった部材が、 胸着の点で交差する形状となっている。これは一般にさて、首構造と呼ばれ、トラス構造であり、両材に与える曲げモーメントを低減し、引っ張り力に集中させるという点で、木材の性質上、優れた構造であるとされる。合掌作り民家の3階の様子合掌作り3階の構造岡山合掌作り3階の構造合掌作りの吹き替え風景合掌作りにする。 ことで屋根裏に小屋束のない広い空間が生まれる。江戸時代中期頃、養蚕業が活発化すると、この空間を利用し、農家の住居の屋根裏で養蚕の棚を設置するようになった。もともと構造上勾配の小さな屋根は作りにくいが主造りであるが、3層4層という具合に養蚕棚の空間を大きく取るために、屋根がさらに高く切り立ったと考えられている。 かやぶき屋根の吹き替えは30年から40年に一度行われる。また、雪が屋根から落ちるときに、かやも一緒に落ちてしまうことがある。このための補修作業は年に1.2度必要となる。かやぶき屋根の吹き替えや補修作業では地域住民の動力提供による共同作業で行われる。この仕組みをケツと呼んでいる。ABC 世界遺産アカデミー P107。 ハット AB 日本国政府文化庁のホロン合唱作り家屋の概要を宮沢 P11 探してみよう日本の形語民家改定2版、2004年60ページ AB 宮沢 P21 日本国政府文化庁の 3R 歴史3産業ありがとうございます